歌志望ってことで夜も引っ張れのイメージも強いヒデちゃんですが、はい、あの番組から安室さんやスピードなどのスーパースターが生まれました。安室ちゃんとの思い出などがあればお願いします。ああ、そうですよ、まあ、これはいろんな人出てますよね。まあ、夜も引っ張れっていうのはもう本当に1990年代初頭から、まあ、10年間ぐらいやった三宅裕司さんとマルシアで僕と安室ちゃんっていう、まあ、あと赤坂さんっていうその DJ の方だったんですけど、安室ちゃんもすごかったです、やっぱり最初から。最初からやっぱり安室奈美恵ちゃんって、あの頃はスーパーモンキーズっていうグループだったんですね、まだ。うん、あの、まあ、そうそう、アムロちゃんピンというよりはスーパーモンキーズの中の一人っていう感じでしたね。そういうことですね。で、スーパーモンキーズの中の一人で、まあ、後にアムロ並みへとスーパーモンキーズに、こう、移り変わるぐらいの時に夜も引っ張りにレギュラーで、僕の相方を務めてくれるんですね。で、三宅さんが進行のやっぱりメインだったんで、で、僕とアムロちゃんっていうのはどっちかって言ったらかき回すような、その中では若手なんですね。僕も20代の半ばだったもんですから。じゃあ、その頃のアムロさんは歌が上手いとかパフォーマンスが上手いっていう方向じゃなくて、単にそのかき回す若手可愛い枠だったんですか？役どころとしては MC なので、そっち側に移るわけですけども、やってることはやっぱりアムロちゃんは、もう初めて会った時は、歌抜群に上手い、ダンス抜群に上手い、ただ、売れてない。あ、そこまで売れてない。売れてなかったんですか、引っ張れ出てる頃は。あ、最初の時は。そこまで売れてないんです。いわゆるその、アムロちゃんになっていく姿を僕は真横で見てましたから。いわゆる。すげえ。それはもう、その、いわゆるナンバーワンになっていくまでのストーリーはその前からあるんですけれども、初めて会った時からそこまでまだ売れてない時でも、やっぱりこの子は全然物が違うっていうのは分かりました。はあ、売れるに従ってだんだん偉そうになったりとかなかったんですか？はい、全くないですね。あの、だって安室ちゃんその時10代です、10代。まだ10代で。だって20歳で結婚しちゃいますから。あ、そっか。そう、だから16歳とかじゃないですか、まだ16、17とか。ああ、へえ。17歳ぐらいかな、そんなぐらいの時だったもんですから。で、やっぱりその中でやっぱり安室奈美恵とスーパーモンキーズになって安室奈美恵になっていくわけですから。だからもう、なんていうのかな。でもやっぱり凄まじいスケジュールだったと思いますよ。本番中もうとうとした時がありましたもんね、後半は。でもやっぱその、歌、これ歌ってくださいみたいなのがあると、割とすんなりすぐどんなのでも歌えちゃう感じなんですか？でも結構練習しているんですか？ものすごい練習してたと思います、安室ちゃんも。あ、そうなんですか。で、歌は、あの、人の歌なんですね、毎回。夜も引っ張るっていうのは、当時のヒット曲を。うん、まあ、あの、カラオケ番組ですよね。そうなんです。多くのゲストが、そのただのカラオケ番組とその一緒にされちゃってヒロキさん困るんだけども、あの今企画的それの、まあ、オマージュ的な番組がいっぱいあるんですけど、うん、リハーサルをしてるんですね。その何度もそれ で生バンドも入ってたりするんですけども、はいはいはい、で結局もう本当に音程が違ったら何回でも NG なんですよ。今のすげえ、あ、そんな撮り方してるんですか？そうなんです、そうなんです。だからあれはあの一発 OK じゃないってことなんですね。だから朝からリハーサル、ダンスのリハーサルがあって、歌のリハーサルがあって、で、最終的に夜本番なんですよ。で、その本番でも歌えないと止めるんですよ。すごい時間とお金かけてやってますね。そうなんです。だから、最大 7NG ぐらい出したアーティストもいるんです。ひでえ。そうなんです。それでもやっぱり完璧を求めていくので、例えば当時のやっぱりプロの歌手の人たちっていうのも弾かないので、当時ね、例えば、ビーズとかミスチルの歌がどんどんヒットしてくるわけですよ。そうすると、うん、例えば、かつてのその尾崎清彦さん、確かにね、素晴らしいボーカリストですけども、はい、いわゆるキーが高いわけですよ。ビーズでもミスチルでも。でも、ベテランの尾崎清彦さんはキーを変えないんですよ。ほー。売れてるその歌をそのまま歌う。だから、練習してきて、リハーサルをして、本番に臨むんですね。だから、クオリティが高いから、ひろきさん、簡単にカラオケって言われちゃうと俺も困っちゃうんです。そういうことなんだ。そう。だから、あの、よくも引っ張れて、その、一見単純に楽しいだけのキラキラ番組なんだけど、カラオケ番組でいいんですけども、実情はかなりシビアな稽古があったっていう。あ、それでクオリティが高いから、見ててもちゃんと飽きないで見れるんですね。っていうのが今も言われているというところにつながってきたり、安室奈美恵が確かにね歌ったり、するにふさわしいというか、で、奈美ちゃんとかも、いわゆるその人の歌を歌うじゃないですか。あの時一番すごかったのは、うん、やっぱりアーティストの人が安室ちゃんが歌うと売れるんですよ。例えば違う歌手の歌を安室ちゃんが歌うと、もっと売れちゃうんですよ。その歌が。だから、そういい歌だな、これっていうことになっちゃうんですね、安室ちゃんが歌うと。よりいい歌になって安室節になるんですけれど、あ、すごいいい歌じゃないって、安室ちゃんで初めて知った人はその歌を違うアーティストの曲を買うんです。だから、相乗効果がお互いにあるわけですね。安室もすごいけど、その歌の良さもより引き出しちゃうっていう。すごいですね。最初にそのキャスティング、安室ちゃんにした人、超優秀ですね。これはおそらくですけど、あの、本当に日本テレビの渡辺博さんと、ハウフスの菅原さんだと思うんですよね。今現在社長だったりとか、日本テレビで、もうかなりね、トップまで行かれた方ですけど、もうね、やっぱみんな、出世する優秀な人がやってたんですね。いや、もう素晴らしいメンバーだったと思いますよ。あの、ハウフスって言ったら、今でもね、いろんなバラエティ、それこそ、その、うん、ボキャブラ天国もそうですし、うん、まあ、もういろんな番組たくさん手掛けてますけど、もうその夜も引っ張りもそうですね。昔のね、テレビの作り方なんですよ。いわゆる昔のテレビっていうのは、うん、
結局リハーサルってのは別日にやってるんですね。はいはいはい。別の日にリハーサルをやって、テレビはもともと生放送じゃないですか。だから生でバラエティも全部やってるわけですね。ドリフターズの作りもそうですよね。はいはい、別日に稽古を全部やって、はいはい、で、いわゆるその土曜日の生放送のために、リハーサルを別の日に全部仕上げて本番臨むっていうやり方ですから、はい、やっぱり当時やっぱ稽古っていうのは全部あった。でもやっぱりまあ同じスタイルなんですね。だからパッと見そのなんか芸能人が自分の持ち歌じゃないものをやってるカラオケ番組みたいな緩い見せ方してるけど、クオリティは歌番組レベルまでちゃんと持ってっていくっていうので、その軽く見れるけど実際見るといいもの見れたっていう感じに持っていくみたいな。そうですね。だから多分、ひろゆきさんとかが多分、おそらく中学生ぐらいだと思うんですよ、夜も聞くから。そうですね。はい。そうすると多分、その時出てくる歌ってるアーティストって多分知らない方が多いと思うんですね。例えばサーカスだったりとか、カリウドだったり、いわゆる僕らの時にヒットしたベテラン勢なんですよね。その人たちが、あの夜も引っ張れでまた違う人の歌を歌って再評価というか、やっぱりサーカスすげえなとか、やっぱり狩人うめえなとか、やっぱり八神純子さんとか、いろんな渡辺真知子さんとか、渡辺真知子さんすごいなとか、ってなる、より若い人たちが昔の先輩方を知った機会でもあるんですね。新しい今の歌を歌った。だから、テレビのいわゆる幅の融合ですよね。いわゆるテレビは茶の間だっていう僕ら発想なんですけど、やっぱり家族で見れる。お父さんお母さんがいて、おじいちゃんおばあちゃんがいて、子供たちで一緒に一つのテレビを囲んでるっていうイメージで僕らテレビを作ってたんですよね。はいはいはい、当時、そういうものがだんだんテレビが一家に3台だとか4台だってなっていく中で、いわゆるその見るものが変わっていったじゃないですか。部屋によって。はいはいはい、でも夜も引っ張るは家族で見れるっていうのがやっぱりテーマだったんですね。あ、そっか、若い人の曲を年いった人がやるから、両世代が楽しめるっていう。はい、そうですね。すごい考えられて作られてるんですね。多分すごい計算されて作られて、でも最初はなかなか企画も通らなかったっていう話を聞きましたけどね。あ、そうなんですか。あんまり。そこで中山さんがその抜擢された理由は何だったんですか？やっぱり歌うまい安室ちゃんとか分かりやすいじゃないですか。はい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 。で、まあ、DJ 赤坂さんとかやっぱ話うまいから、こう曲に投げ、そう、繋ぐ時のテンポとかもすごいいいじゃないですか。うんうん、で、まあ、劇団出身でアドリブもできるから、宮城さんというね、その中山さんがなぜ入ったのか。はいはいはい、やっぱ書き回しじゃないですかね。多分当時で言うと。宮城さんはやっぱり進行をしっかりやんなきゃいけないじゃないですか。うん、で、赤坂さんはきっかけじゃないですか。うん、何か、その、ここは終わりですよっていう、うん、っていうところで僕が言って、そのまま突っ込みですね、いわゆるね。今で言う若手の役どころで。はいはいはい、あとは逆に言うと進行漏れしてるところを裏に入れるっていうことですかね。一ネタ入れる、追加するとか。あと、いわゆる台本にないやつを入れるとかっていうのが僕の役回りだったですかね。はい、バランスじゃないですか。考え方が制作寄りですよね。なんか、ここで人笑いを取って爪痕を残して人気者になろうとかというより、その、こういう番組構造にしてこうやった方がこの番組面白いよねっていう、はい、なんか裏方の考え方をすごい言ってるなと思って。だひろきさん、俺はいつもそれを言われてて、俺にだけ言うの説明するんですね、みんなスタッフが。はいはいはい、で、本番で、いわゆる、まあ、その、アイドルの人やメインの人には絶対言わないんですよね。で、俺に入れるから、俺がなんとかそっちに持ってかなきゃいけないんですよ。はいはいはい。言えないことを俺に入れる。ちょっと感情的になると面白いよみたいなの入れられて、なんとかちょっといじってみたいな。いじってみたいな。で、ここで言ってよみたいな。じゃあ、そんな失礼なのはさ、入れといてよって言ったらさ、いや、それは言えないよって。俺だって言えないよっていうことを、俺に入れるんですよ。でもそれが僕の一つの役目で、逆に今、ひろきさんおっしゃったように、逆に言うとですね、だから評価がすごく少ないところなんですよ。結局。そうですね。だから見てる側は別に何にも面白いとこないよね、この人ってなっちゃいますよね。なっちゃうんですよ。結局どういうことかっていうと、気づかなくていいところなんです。で、いわゆる今でこそそんな言い方があります。裏回しなんて言い方をする人はいますけれども、かつてはその裏回しなんて言葉はないんですけども、いわゆるきっかけを入れるってことなんですよね。展開を入れたり、きっかけを入れたりするってことには、そこはオンエアでは切れるんですよ。そうっす。確かに。その、この話の展開を最初に振ったの誰だろうは切って面白いとこだけ流れますからね。そうなんです。そうです。でも、やっぱり展開をさせないと、その話には絶対に行ってないんですよ。だから、逆に言うと、そんな役回りかもしれないですね。評価は、だから、現場で見てる人はもしかして評価をしてくださったと思うんですけど、テレビ的な評価はもしかしたら、だから薄かったかもしれないですね。はあ。だから、なんで自分を出さないのってよく言われました。はいはいはい。その頃、もっと自分の意見を出せばいいじゃない。なんで聞き手に回るのって違うの、それが全部、自分のその後のセリフは全部ないんで。本当に現場で言ってるんですね。やってるんですけど、でもゲストの話が取れたらもう終わりじゃないですか。そうですね。ゲストの話もう一ネタ足したってしょうがないじゃないですか。確かに。さあ自分、あとゲストの話を引き出すためには、軽めのネタで最初に入れるじゃないですか。はいはい、そこはもう。話しやすいようにね。話しやすいようにね。めちゃめちゃ面白いこと言ってもしょうがないから。しょうがないじゃないですか。それ切るじゃないですか、やっぱり。そうですね。だからね、切りやすいところをやってたんですね。
でも現場がそれがないと回らないんですよね。はあ。実際はやっぱり制作側からするとすごい使いやすいじゃんってなって、中山さんはそのいろんな番組に出るものの中山さんの何が面白いんだろうってよくわからないっていう人はどんどん増えてくるじゃないですか。あ、だからそういう否定的な意見っていうのは多かったですよ。だからでも逆に、まあ、仕事の量はすごく多いんですけども、その評価という部分で言うと、例えばそういうコラムニストの人とかには結構ボロクソ言われてましたよね。やっぱそうなんですね。ナンシー関さんなんか特にずっとやられてましたけど。いやもうありがとうございますってぐらい言っていただきましたけど、まあ確かに大部屋だけ見てると、その裏側の視点の人の良さは出てこないですもんね。そうだから逆に説明するのも口やばったいんですけど、まあでもまあなんだろうな、そのテレビを作ってるっていうふうに言うと、表であろうと裏であろうと僕は同じなんですよね、結局ね。だから別に、見えてるところでだけの評価も当然あるけれども、でそこでも評価を出せる人もいるわけです。だから僕からすれば、そこでの評価が出なかったというのは僕の力不足だったんではないかとは思いますけどね。すげえ大人、大人な